れガマ桃花流行。どうした、早く起きろ。あんなに可愛がってやったのに、ごめんね壊しちゃって。よくも俺の可愛い子たちを、こんな子が先に手出してるのあんたやろ。弁償しろ。だっておじちゃんが話を聞かないから、うちら助けに来たのに。出来損ないの弟子たちに頼まれたのか。情けない、市内の財産を放ったまま先に逃げよって。弟子も弟子なら先生も先生だ。俺を助けたとしても実習は全員不合格だ。頼まれる。いや、誰かを助けるときにそこまで考えられる人はいないと思うよ。実は慶元将軍と不元さんの依頼を受けて探偵使に向かう途中なんだ。甲州先生、よかったらこの人に案内してもらえないだろうか。将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造士が木の妖怪に占領されている。増加航路、四方の増加航路まで奪われてた。なんだその怖い妖怪め。どんな術を使ったか。市内のカラクリが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中には、中にはどこで誰を倒せばいい。そうやね、シンプルにこう。やっぱりだ、将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造士の危機はすぐに解決できそうだ。解決にしてみせるよ。お前ら手伝える方法はあるが、その代わり力を貸してほしい。さあこっちだ。ギブアンドテイクといこう。はい、ごめんねしてくれ。これ？じゃあ、じゃあ。見ろ、これは構造士がずっと完成させることができなかったからくり。共感兵。あ、さっきやったよね。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、前回のね、火の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。お、けど。玉海門を見ただろ？この共感兵は玉海門と同じ機能を持つ。二つの空間座標を、まあ、プチワープやろ。素人には理解できない方法でつなぐんだ。まあ、瞬間移動やね。確かに伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいという欠点を除けば完全に精査と取り替えられる。その喋り方ないのよ、さっきから。完全にダメぽいね。開拓の海域アンカー以下だ。そうやな、距離はちょっと短いもんな。構造士の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白氏は解散を免れることができましたね。精査なくなったら天白氏なくなるもんな。本来これを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が平和に絡まってしまってな。普通に喋れへんのかあんた。教えてくれてありがとう。ではまた。また。もう少し辛抱強く接しろ。構造士の力を見せてやろう。もったいぶりな。スッと話し、スッと。たかが木の妖怪、造作もない。来い、いいもんを見せてやろう。何？あの妖怪が押し入ってきたとき、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。これはコーチュール鋼というからくり装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、威力は言うまでもない。何、植物燃やす感じか。伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。
言ったのがさっきの描画と一緒。火は火に勝てまい。やっぱり燃やすんやったか。構造子のエネルギー伝導装置を使い、すべての剣木の結び目を同時に破壊すれば、道を塞ぐ剣木の枝を取り除けます。発射装置で最良のエネルギーを打ち出し、敵配置を回して、エネルギーの伝導方向を変えてください。剣木の結び目は同時に破壊する必要があります。でなければ、その旺盛な生命力で復元してしまいます。ということで、なるほどね。だから、すべて、まず、これが発射装置ね。逆やな。これで、ここに上がる？で、これでいいってこと？でも、なんかおかしかった。どう発射するかがわからへんけど。直線やな。ん？あ、はいはいはい、わかった。わかりました。私、ジョン、わかりましたよ。逆。こうで、こうなんですね。これで、発射してあげたら、はい。そういうことやね。レーザービームやん、ただの。お、絡まってたのが取れた。いいぞ。いい感じだね。死に教わっても努力は己にある。うん。お前、俺の出来損ないの弟子より偉いぞ。なんか揺れてる。なんだ？動点が崩れるのか？収まった。もう大丈夫か。どうやら。俺の武器が効いたようだな。あの妖怪め、きっと痛かったんだろう。よし、じゃあ早速共感兵がで向こうに行くぞ。長引かせすぎてまた枝が伸びる前に。お前生命力すごいって書いてあったしな。結構今回は長い距離までいけるな。おかいちゃんかくよ。だいぶ近づいたな。見て、剣木の根っこが。根っこ。あれは構造子の秘宝、増加コールだ。これが増加コールなんや。お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。コールをうがつ前にな。はい。どうやって？おお。気をつけろ。何やら変化しているようだ。なんか幼児ちゃん杖持っとる。さっきまで持っとらんかったのに。おお、開いた。なんか何だっけ、獅子神様やったっけ。急に始まった。あれ、ナウシカの獅子神様。一体何の化け物なんだ。さすが神の技、思うがままに命を作り出すとは、この力、良きかな。なんか、やば、厄介そう。ちょっと弱点で虚数入れたい。と来るやつで入るかな。大変か。いい度胸だ。バトル体験は2倍速ってこんなもん。量子は弱点に入ってる。お別れの時だ。誘ってないけど。炎入ってる。移りは入ってないな。全然来いって。気をつけて。私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつで行こう。OK。工場の原価？僕の根と航路を守っているようだ。礼儀がなってないわ。誰かな？いや、全然この手やな。何？エビチキン。いや、まあそんなにまだ体力消えてなかったけど。だからこの根っこというか。枝は処理しなあかんな。先。やばい。どんどん戦闘不能じゃないわ。行動不能にされていく。来るやつで行こう。大丈夫か？ちょっと待って。あ、だいぶいって。
逃げつまりよ。クララもみんなを守りたい。ラシェって真っ先に行動不能にされたのエリオを急に回復するよ。エーミンは終わりで、もうじゃ再臨。もうじゃ再臨。ナイスヒーリング。償いたまえ。江戸城か。いいやしな。天使を授けん。助けても何も出ないわよ。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。オッケーオッケー。勇気を出さなきゃ。ちょっと後悔。今までで一番苦戦してるかもしれない。リポッポした。いや。マジかよ。この足元から尻尾が出てきたよ。いい度胸だね。しかも兄ちゃんのか。おーっとまた回復しちゃった。やばい。